おはようございます。シリーズ関節リウマチと生きる、今日は3回目です。関節リウマチの治療は大きく進歩し、進行を抑え炎症がほぼなくなる状態、寛解に至る患者さんが増加してきています。しかし長く向き合っていくには、適切な治療を続けるのはもちろん、合併症の予防、日常生活の中での体調管理、生活習慣の改善などに取り組むことも大切です。ある患者さんが目指す治療のゴールとは。現代人を襲う様々な病、健康で自分らしい生活を送るために、病を正しく知り生きる力へ。札幌市内に住む竹内千佳子さん、関節リウマチを発症したのは30代の頃。最初は膝や手などに激しい痛みを感じたことがきっかけでした。まず膝から言うと、針で刺されたような痛みだったんですよね。もうとっても痛くて痛くて、いや自分の体どうにかなってしまったんじゃないかなっていう感じでしたね。で、手はもう朝起きたらむくんで、こうなんていうんですか、握れないんですよね。とっても重たい感じで、もう何も、顔も洗う、歯磨きもするとか、そういうことも全然できなかったですね。当時は稚内に住んでいた竹内さん、札幌の専門病院で治療を受けるため、電車で片道8時間の道のりを行き来していました。幼い二人の娘の育児と治療の両立は一苦労だったといいます。子供たちと遊ぶとかそういうことが全くできなかったので、まだ小学校とかでした、低学年でしたので、とにかくお話をしたくてしたくてどうにもならない時期だったので、私自身がもう痛くて痛くて子供とお話をするということ自体がもうとっても大変な時期だったので、ちょっとしたことでなんかイライライラっていうのもありましたし、40代になり札幌に移住、通院は楽になったものの炎症はさらに悪化し、関節破壊が進行していきました。竹内さんの場合、さまざまな薬物療法を試しましたが、間質性肺炎や肝機能障害などの副作用が出たり、症状に改善が見られない日々が続きました。札幌に出てきてからすぐ両膝の手術、人工関節入ったんですけど、それからもうあちこちいろんなところ手術して人工にしてきましたね。やっぱり自分の骨だと痛くて、人工にすると楽になるんですよね。札幌来た時には子どもたちももう大きくなってましたので、自分たちでご飯支度したり生活していけるだけになってましたので、でも今聞くとやっぱり辛かったって言ってますね、子どもたちは。母親がいないうちの中で何ヶ月ってやっぱり入院しますでしょ、やっぱり大変な思いだったって言ってました。長女なんか泣いて言ってたこともありますよ。ここからは北海道内科リウマチ科病院の谷村和秀先生にお話を伺います。谷村先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、これまでに、取材した患者さんはですね、自分に合う薬が見つかって適切な治療を受けて症状がだいぶ改善されたという方が非常に多かったんですけれども、竹内さんのようにですね、長年治療に苦労されている方っていうのもいらっしゃるんですね。関節リウマチは診断とか治療法の進歩もありまして、早期に発見して早期に治療すればその関節破壊を防ぐことができるという時代になりました。はい。ただその一方で数種類の治療薬を使っても進行が抑えられなくて症状が改善しない、そういう患者さんもですね、そのリウマチ患者さんの全体の大体1割ぐらいいると報告されています。ですから、そのリウマチ診療の我々の課題の一つとも
されているんです。そうですね、関節リウマチにはですね、さまざまな合併症が出現することも知られているんですが、どんな具体的な合併症があるんでしょうか。合併症にはですね、関節リウマチに伴うもの、治療薬の副作用なんかによるものっていうのがあるんですけれども、ただ一口で合併症と言いましても、発熱、貧血、体重減少、倦怠感といった全身的な症状から、骨粗鬆症ですとか皮膚、目の症状、あと間質性肺炎ですね、肺の問題、心筋梗塞、あと動脈硬化ですか、そういう内臓ですとか血管系の病気など非常に多岐にわたるってことがあります。合併症の種類も程度も本当に様々多岐にわたるんですが、この肺炎ですとか心筋梗塞など命に関わるような合併症もあるんですね。そうですね、関節リウマチはまず関節以外も侵される全身の病気だということをぜひ知ってもらいたいと思います。そしてたとえ治療が順調で、症状が改善傾向だったとしても、その合併症対策をしていくってことはですね、患者さんの生活の質、QOL といいますが、それを低下させないために非常に重要なことだと思います。合併症の予防は手洗い、うがい、マスクの着用といった基本的な感染症対策、また歯磨きなどの口腔ケアや予防接種、疲れをためないなど日々の心がけが大切です。また体の不調に気づき、少しでもおかしいと感じたらすぐに医師に相談しましょう。その他ですね、関節リウマチの患者さんが何かこう自分でできる日常生活で気をつけることというのはありますか。まずはですね、ストレスをためないこと、あとは疲労ですとか、そういう精神的ストレスというのはリウマチを悪化する原因にもなります。また禁煙ですとか歯周病の治療、あと筋力や内臓機能の低下を防ぐためにですね、招いてしまうので安静にしすぎない、適度な運動も非常に重要だと思います。あとは関節を冷やさない、バランスの良い食事など、毎日の体調管理とともにですね、その生活習慣の改善というのも非常に重要だと思います。この後はくよくよしない日常生活を取り戻すためには。30年間治療が難航しながらも関節リウマチと戦ってきた竹内千佳子さん、最近は医師と相談し新たな薬を試したところ、少しずつ改善の兆しが見えてきたといいます。治療との向き合い方で、気をつけてることというか心がけてることってありますか。心の持ち方は常に明るく、はい、常に明るくしてます、はい、主治医とよく話をするということが大事なんじゃないかなって思うんですよね。やっぱり先生と相談して、本当に自分はその薬で良いのかっていうこととかも、話して納得して、やっぱり治療は進めていかないといけないんじゃないかなって思うんですよね。壮絶な痛みも手術も娘たちがいたから乗り越えることができた竹内さん、普通の日常を送れる今が幸せだと言います。なんか一緒に娘さんとこういうことやってみたいなとか。そうですね、娘とやっぱり旅行とか行ってみたいなと思います。こういう手術、あっちでいろんなところ手術してなかなか行けないようになって、でそれで今ちょっと落ち着いてるので、でコロナもちょっと落ち着いてきたら、旅行行ってきたいなって、それがやっぱり目標かな私の、本当に竹内さんのお話にもあったように、信頼できる病院、医療スタッフと一緒になってね、話し合いながらそれぞれの治療のゴールに向かっていくというのが非常に大切だなと思いました。目標達成に向けた治療というですね、世界共通のリウマチ治療の実はガイドラインというのがあります、はい、その中でですね、関節リウマチの治療は患者と医師が共に決めるべきというのが基本的な考え方なんです。でその上で最も重要な治療のゴールというのがございまして、それは長期にわたって生活の質を良い状態で保つこと、それから炎症をコントロールすることもそうなんですけれども、もう再びですね、社会で活動できるようになるということも非常に重要だろうというふうにされています。この生活の中でどんな心構えでリウマチという病気と向き合っていけばいいんでしょうか。そうですね、まずは決して下を向かないで、とにかくくよくよしないで、自分のその病気を知ってですね、前向きに生きる、
ていくのは非常に重要だと思います。そしてリウマチとうまく付き合いながら、まあ、仕事や家事をですね、されている方もたくさんいらっしゃいますので、まあ、リウマチは確かに経過は長くなることもあるんですけれども、些細なことでもまあ医療スタッフに相談してですね、ストレスをためず諦めずに、まあ、根気よく治療を続けていくということは非常に重要なことだというふうに考えます。やっぱりお医者さんや看護師さん皆さんと一緒にですね、治療って作り上げていくものなんだなと思いますし、ご気軽に相談するということも大切ですね。はい、谷村先生、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。